あれ、これ喋っていいんですか？これ喋っていいのかな？皆さんこんにちは。FC東京の林明宏です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？息抜きできてますか？赤尾ステイホーム週間、これ企画のあのカンペはしっかり持ってるので、はい、ちょっとしっかりカンペから行かせていただきたいと思います。ステイホーム週間の企画どれぐらい見ましたか？コメントでぜひよろしくお願いします。ステイホーム週間最終日となる今日この時間は林痛いぞハーフあバースデーイブ、はい、ということで外出自粛となっている、この時期ですが、固い絆で結ばれているこのチームであれば必ずや多くのチームメイトがお祝いに来てくれるだろうというそういう試みでやってみました。これはチームが作ったんですよ。僕が作ったんじゃないですかね、本当に。お、早速来てくれました。早すぎる。なんならもう企画の頭出しもできてないぐらいなスピードで、こんちゃん来たね。早いね。優等生。もう、これはね、まだ、頭出しの、どういう企画かっていうのも言ってないぐらいで、こんちゃん入ってきたからね、今。あれいいよ、いいよ。もう入ってきてくれたからさ。もう、行きたい企画なんだから、もう、変則的に行こうよ。あれ、こんちゃん、家ないですか、まだ。寮？いや、俺、実家です。あー、だってもう14番飾ってあるもんだって。あ、はい。あります。本当に。これ痛いよ、この企画。一番この青赤ステイホーム週間で一番痛い企画をやらせてもらう。自分のバースデーをイブで祝うという。あ、やんなきゃ。これハッピーバースデーを。ね、こんな、なんか、あのさ、すごい、あれよ、そんな素朴な顔でいられると俺すごい硬くなる。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、いや、何をさ、これこんなに早く帰ってくれると思わないとさ、思わなかったからさ、一回なんかつなぎ用のトークテーマみたいなのも言われてんだよ。あ、そうなんですか。そう、俺みんな1時来ると思ったんですけど。いや、優等生すぎてびっくりしてる俺は。じゃあこれもうつなぎ用のトークテーマさ、一緒にやってこ。はい。お家で何してますかっていう。家で何してんの今は。そうっすね、結構動いてますね。家でも動いてる？はい、結構。チームで動いてるじゃん。はい。チームで動いてるのとは別で家でも動いてる？動いてますね、結構。いや、俺もなんか最近長友佑都体幹コアトレーニングみたいな YouTube。 いいっすね。あれをさ、はい、こそこそとやってるんだよ。いいっすね。いや、もうあの人すごいよ。いや、めちゃめちゃなんかすごそう。バキバキマジで。そう。本当にバキバキマジで。あんな人、あ、本当ね、マジケーキとか持ってこればよかったね。もう俺一人でさ、クラッカーもできてんのよ。おお。でもイブだからさ、クラッカーもちょっと違くない？あ。髪の毛もセットしたし、はい、なんならこの家の中なのにジャケットも着てるっていう、本当に痛い企画にしてんの、だから。しかも、ワイングラスで飲んでる。おぉ、完璧っすね。ああ、完全なドン引きでし
でも、ハッピーバースデーは明日だけどね。バースデーは明日。ね、ちょっと教えてよ。逆にさ、家の中でさ、こんちゃんとか、はい、どういうトレーニングしてんの？ああ、結構なんか、器具、ちっちゃい器具とか買ったんですよ。ローラーとか。ああ、はいはいはい。あと、バランスディスクとか。あと、縄跳び買いました、縄跳び。ああ、縄跳びね。こんちゃん飛べるもんね。めっちゃ。縄跳び結構意外と、あれですよ、いい運動になりますね。家の前とかでやってるってこと？家の前とか、まあ部屋とかでもたまに。ああ、確かに。部屋でやってる？部屋もたまにやってますね。なんか YouTube とかで。あの、もう手回しただけで、あの、天井に縄が飛んじゃ、ついちゃう。あ、確かに。俺、全然余裕なんで、つかないんで。いやー、本当にね、これは、こんな痛い企画さ、本当によくやらせるよね、この AC ドックスタッフは。スタッフというか、もう、広報系はさ。本当に全部これ、もう、カンペ通りにやるからね、俺。カンペがあるってことも言うしね。本当に、誰か来て、まだ、本当に、ちょっと優等生すぎない？ちょっと一時しっかり行ってみて。俺も、ちょっとミスったっすかな、俺。あの、広告、ね、広告は多分みんなにしてくれてんだろうけど、広報から。はい、みんなにこういう企画やりますよっていうのは。はい、一時しっかり来る人はやっぱり一人しかいないね、やっぱ。なんならこれ、こんちゃんしか来ない可能性とかあるんじゃない？それはちょっとやばいっすね。ああ、こんちゃんとの身長差をどのぐらいなのみたいな。おお。コメントもらってんだって。はい。俺は61なんで。61ね。34センチ。34センチあるよ。やばいな。34センチ。これ、結構。女子と男子の差みたいな感じのところあるよね。もう、それ以上じゃないですか、もう。160センチの女子いるもんね。全然いますね。うん、全然います。超でかい子とか全然いますよ、僕より。いやー、本当に。これ、誰が来ると思う？次。こんちゃん、予想して。次は、誰だろう。まあ、わ。じゃあ、ガチ当てね、ガチ当て。あ、来ましたよ。これ何、この髪の毛だけ出してんの、これ。こんにちは。小沢亭式ブランド。こんにちは。え？いや、今日は、アキさんの誕生日イブということで駆けつけました。いや、お前もう言わされてるじゃん、そのコメント。いや、言わされてないですよ。言わさ、痛いやつじゃん、それも。言わされてないですよ。え？多分、これ、あれだわ。野沢大使、結構あれ、仕組まれてるやつだわ。これ、やらせて。仕組まれてないっすよ。だからこんなのなんかさ、入りが硬いなんて、もう、ありえないじゃん、だって。こんちゃんなんて、もう沈黙みたいな状況で入ってきたんだよ。いや、15分ぐらいからお願いしますって言われたんですけど、ちょっと、もう、待てなかったんで、もう入りました。うん、マジで？いや、大使だったのね。今、ちょうどさ、あれしてたのよ。誰が次入ってくるのかっていうのを、こんちゃんと当てようかなと思ってたの。ああ、はい。そしたら、そういうタイミングに入ってくるよね。すいません。状況把握しなくて。じゃあ、今度、二人、ちょっと、大使、全然顔見えないのは何なの？それ。頭っていうか、髪の毛だけ出すみたいな、何それ？ごめんなさい。うん。いや、逆、ああ、そう。オレンジ、奇抜なの着てるね。暑くて最近もう。ああ。てかさ、次、もし来るとしたら誰が入ってくると思う？ちょっと。いやいや、ガチ。ゴーくんとか、絶対。ゴーが来るかな。いやー、俺誰、いや、願いは。願い。同級生。
ダマさんと。ただ、あいつ、特に、森重来ないよ、多分。俺は、願いは、マサト来るな、来てほしいなって思うけど、あいつは来ない。いや、わかんないですよ、それは。外国人来てほしいね、外国人。あ、確かに。外国人来たらすごい。外国人来たらもうちょっと本物だね。でも多分俺的にはあの大卒1年目いっぱい早く来るんじゃない？ああ確かに。ホタカとか来たし。やっぱりそういうなんかあの関係性で大学過ごしてただろうから早いんじゃない？え、確かに。カズヤ君は大学の時誰かの誕生日盛大に祝ってました？みんなそんなことないですか？いや、俺らはね、俺らの学年はもう全然だったね。もうおめでとうって普通に言って写真撮るぐらいだった。ああ、こだまも来なそうっていうなんか広報からの広報からのあのなんか YouTube にそういうコメント入ってますよみたいな。こだまね、逆に自分の YouTube やってんじゃねえかっていう今。確かに。痛い企画すぎて脇汗かいてきたんだけど。誕生日明日ですよね。明日。僕調べたんです。いやいや、何よりもさ、自粛伸びなかったらさ、もう今日からスタートだったから、ちょうど誕生、明日スタートか。ああ。明日スタートだったから、ちょうど誕生日ってところだったけど、まあ、しっかり伸びたね。確かに、しっかり伸びましたね。しっかり。僕調べたんですよ。うん。5月7日生まれの人。ああ。なんか、ドン・キホーテ創業者の安田さんが5月7日らしいです。来ました？知らない。唯一俺、あ、なんかね、でも昨日インスタライブやってたんだけど。あ、ダマ来た！ダマ来ねえんじゃねえかっていう予想されてたんだけど。あげろ、誕生日？あの、この企画マジで、マジ痛いんだけど。あきの誕生日？明日ね、明日。おめでとう。ありがとう。え、ちょっと待って、これ、配信されてんの？配信されてるみたい。されてんの？これ、されてんねんな。なんか、ダマが、もう自分の YouTube やってんじゃねえかっていう、来ない理由としては。いやいやいや。今、たまたま見てたらやってたから。あ、マジで？ああ、そうなんか、いや、次誰来ると思う、うん、逆に。教えて。いや、ゴーやろ、ゴー。ゴー？ゴーは？なんならゴー。ゴーね。ケントどう思う、ケント。ケントどう思いますかっていう、なんかそういうね、コメントが。電話するわ。広報から来んのよ。ケント。あ、ケントに電話して来させるってすごい気まずいよ、こっちとしても。この痛い企画に本当に。いや、これね、マジで進め方としても結構やばいのよ。何にもないのよ、プランないね、ないや、分からへんね。いや、これ何、ほんまに YouTube 今配信され、 YouTube 配信されてんの？うん、 YouTube さ、やっちゃおうか、やっちゃおうか。いやいや、何してんの一人で弱っちゃう。ちょ、なんか煙臭くなったし。ゴー君来たら普通にキーパー帰ったらどうせ。カズ君ゲストで。大丈夫、大丈夫、まだあるから。これだ。イブだけど結構な弱い方するか。ちょっと待って。マジで。どうしようか。ケント、電話するで。電話して来させるとか、やばいっしょ、これ。何これ、じゃあどうしようか、どうしようか、これ。まあ、とりあえずさ、この今までの俺、赤青ステイホーム週間のこの動画みたいの見てきたんだけど、うん、一番痛いじゃん、この企画。どういう企画なん、これ。どういう企画っていうか、うん、結構大雑把で。これ何、これ何なん？え、これもうノープランなんですか、もう。
いや、いや、これノープランよ、ほんとに。広報の人はちょっと。ここに紙なんだから、こうやってカンペの紙あって。カンペの紙で、コンちゃんがまず1時に来ると思ってなかったわけよ。そしたら、俺がなんか前振りみたいなのを始めたら、もうコンちゃん入ってきたから、もう前振り止まったよ、もう、まず。いや、だって、コンちゃんと秋広が2人でなんか出てたから、何と思って。いや、これさ、じゃどうしたらいいのこれ。でも 俺とかなんかもう、なんか誕生日の日のセットまで持ってきたよ、これ。橋本健とおらんねんけど、どこ行った？何？あー、ねえ、何？これはな、しかもなんか45分間やるって痛い感じ出てるじゃん。45分間やるの？これ45分間やる、やってくださいって、うん、いや、その中で電話するのやめて。ケント何してんの？ケント何してる？いえ、あ、ピーチは入ってくると思ったんだよね。秋広の、え、YouTube。あ、なんでお前ミュートでやろうとしてんの？もうこれライブ配信されてるから集中して入ってきて。え、これでさ、え、じゃあね、キーチ、はい、キーチ、はい、なんかキーチの背後にさ、なんか人みたいの見えたんだけど今。あ。なんだ、びっくりした。まあ、ケント来るって言ってんで、知らんかったって言ってたで。いやー、ほんとに。レアンドロとか来てくれるかな。だまん、レアン。これ書いてて遅れました、俺。ああ、そう。お前、結構かかるな、それ。いやー、ほんとに。これ、キーチの背中にケンスケいるから、ケンスケも参加してるってことでいいのかな、これ。この岩井さんってこれ誰、うん、岩井さんって誰？この字書いて出てる人。キーチ君じゃないですか。やめろ、名前言うな。そこはスポンサーのやつ一応出しときましょうっていうことで、ここのこの画面があるんだよ、この画面がね。え、違う違う、あ、これキーチ？はい、俺ちょっと iPad で入りますわ。 iPad で入ります。岩井さんってこの人。あ、そういうこと。これスポンサーのところのさ、人の名前出てんのかと思ってさ。いや、違う違う。なんでキーチ消えたの、これ。iPad で入るらしいです。ああ、なるほどね。いきなり。え、今これ、1、2、3、4、5人ってこと？あ、今5人しか入ってない。ちょっと電話しようぜ。今17分経って5人しか祝いに来てくれてない。俺が集めるわ。キーチが字が綺麗っていうので、なんかすごいコメントを賑わしてるらしい。あいつ、それ狙って何回も返したんじゃないの？なんならね、俺ね。とりあえず、マナと電話するわ。おキャプさん、キャプさん、あれ、来ない噂あったよ、来ない噂。来ねえよ、そら。なんか、用事あるから、ちょっと、火事が大変で、みたいな。あ、え？何してんねん。あ、お酒飲んでるんですか？これ、水なんだよね、雰囲気出して。あ、水っすか。おめでとうございます。オッケー、じゃあ来てやま。明日だけどね。はいはい。明日なんですか？明日なのに、なんかこの広報がこれやってくれっていう痛い企画なのよ。マナトさん来ます。じゃあ退出します。いや、退出すんの？あ、もうこれ、もう45分間付き合ってみんな。あ、これいいね。あ、ケントあれだね。お前寝てたね。おーす。おめでとうございます。ケント絶対寝てたね、これ。いいって。はい。さっきの字がめちゃくちゃ綺麗だって、なんか、あ、マジですか？コメント欄にめちゃくちゃ出てるらしい。マジですか？これ。うん。あ、キーチのなんかもう、字のことはもう終わって、キャプテンに変わったらしい。あー、オッケーです。キャプテン持ってっちゃダメっすよ。キーチもいいわ、じゃあ。え、ちょっと待って。ちょっと次入ってくる人の予想しようよ。これ誰？誰が来ると思う？てか結構少ないっすね。いや、まだ17人しか来てないから、17分ぐらいしか来てないから。集まり悪いっすね。集まり悪いよ。そのまま終わる可能性ある。このメンバーで終わる可能性あるからで。しかも、いや、これきついね、この企画。この企画一番きついよ、この1週間の中で。1週間の中で。
いや、これさ、逆の立場だったらと思ったらさ、だって俺、脇汗やばい。これちょっと、メンタル、これ。メンタル、これやられるよ。これメンタル、あ、マナトが呼び寄せられてきたね、これ。打ってきたじゃん、打って。打ってきた。もう入りましたよ。ウッディは髪の毛の状態悪。え？どういうこと？髪の毛の状態悪いよ、俺なんかもう。髪…いや、俺は一番…コンちゃんが一番すごいからね。コンちゃん1時に来てくれた。コンちゃん早かったね。コンちゃんバリ早い。俺、マジでみんな1時に入る感じで行ったら、俺だけでした。だってもう…何時間コメントに…何これ、キイチ何回でしょ？何時からやってる？あ、何回って…南に海って書いてあるんだよ、これ。広報からのやつ。何回書いたんですかって。あ、これ一発っすよ。何回って、うん、何回の字な。キイチ、それ俺が誕生日プレゼントで買ってあげた T シャツじゃん。あ、いや違う、誕生日じゃないっす。あ、違った、違ったっけ。本が破れて、あ、そうやった。買い物ついてったら、お前ありがとうっつってこれくれたっす。マナトが絶対に髪の毛映さないようにしてんだよな、これ。マナト、髪の毛、どうなったお前。自粛中。自粛中に。え？マジで。自粛中にどうした？いやー、ウッディすごいね。コンディちゃんのね、なんか、ね、暗いし。コメント来てんだけど、なんか。ちょっと暗いな、しかも。なんか、ウッディ暗いな。なんか、逆なんか、律儀だから好きみたいな。逆。ありがとうございます。そういうなんかコメントがなんかひそひそふつふつと。これ何時は？どっち？え、秋色なんかちょっとテーマ出してな、何よこれ、何なの？え、何これ？だからどうやって盛り上げたらいいの？ちょっと厳しいよ、もうそろそろ。いやいや、なんだろう、俺が厳しいよこれ。話がまとまってないもん。そう。まとまるとかねえんだもん、だってもう。何よこれ。なんでよ。主催者怒ってんの、ずっと。こっち呼ばれてる顔なんですよ。え、主催者飲んでんの、飲んでんの、敬語。いや、飲まないですよ、コーヒーですよ。乾杯。おめでとう。おめでとう。乾杯。ありがとうございます。じゃあ、聞いたけどね。水ないや。いや、あるんだよ。ほら、じゃあなんかさ、これ配信してんじゃないの？これ配信してるよ。コメントだが答えていけばいいじゃん。その、キュアラ来たわ、キュアラ。だからとりあえず、なんかイブをみんなが祝ってっていうところで。あ、キイチ、無理やり飲み物持ってこなくてもいい。あ、おめでとうございます。あ、でも明日だけどね。明日だから痛いのよ。え、キイチ、ビール。ビール。いや、ウロンちゃん。はい、キイチ、はい、乾杯。お久しぶりです。おめでとう。どうぞ、みんな、マイケル。マイケルが入ってる。誰？マイケル。誰？マイコね。マイコ、マイコ。マイコ。マイコなんてまず認知されてないんじゃないの、まず。マイケル、自己紹介した方がいいんじゃない？自己紹介。マイケル。マイゴー Yes 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 言ってるやん。 Yourself Introduce yourself for fans。 はい、私はマイコーです。よろしくお願いします。おい、マイコー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 、マイケル、そのノリまだわかんねえよ。キュアラ顔ないぞ。あ、キュアラやめたね、それの。キュアラ来ると思ったけど。これ何時までやんすか、キ君。え、俺もう。夜9時まで。俺もさ、この企画ちょっと45分は長くない？誕生日おめでとうございます。あ、来た。あ、寝てたね。いや、寝てないっすよ。寝てないの？ある動画撮ってました。え？
ある動画撮ってました。キアラ暗いって。あ、暗いっす。暗い。キアラ暗い。もうマナウッディよそれは。後々あげるんで見てください。何あげる？あ、これこの後あげるんで動画。あ、そうだな。みんなさ何やってんの家で。せーの。いや。みんなで。みんなに誰に聞いてんすか、そう言ってくれんと。誰とか誰とか言ってくれんと。名前出してくれんと。俺さ、イブでさ、回す側になんないといけない、これ。そらそう。じゃあもう、大使。大使何やって、あ、マイケル。どっちやマイコ。Yes。How are you? Good, good. 元気です。元気です。How's Japanese language? 毎日、study? 日本語勉強ね。いいね。アギロ。長い選手入ってきたね。長い選手来たからみんなで逃げようぜ。いや、長い選手もどきの矢島ですよ。あ、矢島か。アキ。はい。600いたのに今200人になったらしいから。やば。あげて、大至急あげて。あ、ちょっと待って。さすが YouTuber。ちょっと待って、よくハロー YouTube。はい。よくこの状況に、600も来たね。最初ね、期待してたんじゃない最初は。だから、やばいよ。あ、強し入ってきてくれたわ。あ、強し来たね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10人来た、10人この一体なんか、あ、なんか固まってるらしい。あ、そうなんだ。これ、誰の電波なのホストは。あ、Zoom は問題ないんだけど、なんか YouTube の回線が重くなってる、いっちゃってるらしい。あ、だからだ。誰が悪い？誰が、おらんわ、そんなやつ。広報の段取りかもしれん。人が多くなっちゃったから、重いんじゃないですか。タマなんて FC 東京で来てるよ。タマ、毎回来てんだよな、なんか見るから。タマ、もうちょっとね、毎回それね、もう滑ってるもん。うん、そう。どっちだ。しかも、タマ横。なんてなってる、タマ。いや横だし、こすりすぎ、たま。マイケルいんじゃん。マイケルよ。マイケルは、あれマイケル、あれ誰か消えたこれ。え、たま横になってるって。あ、俺こうなってる、たま。どうもー。ちょ、待って。たま、こうなってる。あれキャプテン。分かった。あ、たま、見えなくないキャプテン、この間が、あれだわ。だから、どうえ？ボケ丸。悪いっぽいです、回線が。回線悪いのと、なんか。くるくる、ずっとくるくる回ってるって。いや、一応。秋。え ?140 まで行った。お、俺が、いや、あの、140まで行くのはしょうがない。これ、あと、どうやって、あと10分どうやって乗り切るかだよ、これ。秋は、これあれじゃないですか。がっかりしてる、ね。インスタライブすればいいじゃないですか。インスタライブこっからだろ。こうやって、そしたらみんな見れる。あきくん、そういうことね。頭のどうしたんですか。あきくんがずっとこうやってやっててくださいよ。いや、回線やった。iPad もあるから、iPad も含めてやるわ、じゃあ。僕ができてるから、大丈夫らしいですよ。今、配信できてるみたいな。あ、そうなんで、誕生日の前日にやるんすか。明日でいいすればよかったじゃん。いや、明日やろ、やって。なんで東京のもうこのやらせ企画のせいで、こっちはイボを祝わないといけないっていうのが、痛いやつなんだけど。明日誕生日ないの？あ、ケンスケが来た。明日誕生日。だから俺としてもね、今日びっくりしてるよ。アギーロ、うるさい。いや、うるさいかね、別に。うるさいで言ったらダメだよ。いや、ゴーも滑っとるわ、お前も。滑ってる。てかこれ、YouTube で見てたけど止まってたよ。止まってた。うん。誰が？ちょっと髪伸びすぎじゃない？いや、悪い人はって。びっくりしてるよ。誰？ダマさん。俺？はい。ブロッコリー。
カシーフ、カシーフ来たぞ。カシーフ、カシーフ。カシーフ。今日であの、赤尾ってホーム週間終わるんだって。ああ、そういうことね。最後だから。だからあとなんか、4時にキーチあるでしょ。はい。ケンスケ。あるのそう、Zoom のインスタ配信ってどうやんの？どういうこと？これを映す。テレビおめでとう。え、こうやって映すの？いや、違う違う、それが、あ、そういうことか。そういうことか。こういうことか。ハワイだとお前、だるそうにすんなって。え？ダマ、それは痛い。だるそうにすんなよ。いやいや。ちょっとマナト、マナト、アキくんのモノマネして。何？アキくんのモノマネして。ゴー、元気？アキくんのモノマネ。やっぱダメでした。だって、こんなにわちゃわちゃなったらさ、それは会話できないよ。誰と喋ったらいいの？誰と喋ったらいいの？いや、これがいいじゃん、これは。ありがとうございます。でもね、イブなのよ。ゴールデンウィーク今日までだからしょうがない。しょうがない。あ、そういうことね。アキくん自分で買ってきたんですか、これは。どれ？これ？はい。これも家にあったやつ。家にあった。あ、黄色うるさい。本当に。あ、ケイスケ、馬刺しありがとう。誕生日プレゼントだったでしょ。そうだよ。全然見れてないからもうめっちゃ人数減ってる。やばいやばい。人数やばい。132人。600いたのに最初。逆に132人は。とどまってるんだ。一般人のインスタライブ並みやん。いやでも後で見れるんじゃないの、YouTube で。後で見れるからいいやってこと？ Twitter でインスタライブ始まった。あ、Twitter ライブでやってますよ、今。ケイドさーん。いや、止まりまくってるらしい、YouTube。え、でも Twitter ライブも。はい、ともくん。今日筋トレ行った？今日行きましたよ。裏切んなよ、お前。でもみんな、それはもう、初日は行くよ。マイケル元気？マイケル元気です。マイケルスースー。俺ずっと集中だね。スースー。みんな筋トレやってんの？右ハムストリングやったかもしんない。せーの。いや、その人やめろ。やめろって。みんな、だってみんなやってるので聞くから、せーの。合わへんそれ、ケイコやって。みんなに聞くからさ。みんなに答えられる。これ早く。このあと10分もやれねえよ、この配信。え、アキくん、これなんかやんの？この後。何もやんないよ。いや、もうだってもう YouTube ダメだって書いてたんで。もうダメだって。え？これ何したらいいのよ、俺。だからさ、そんな頭とかかぶってなんかジャケットとか着てる割になんか企画なんもないからさ。そうなんだ。なんかあるに、なんか期待しちゃうじゃん、こっちは。アキ88。絶対そのネックレスつけてるんだよな。ツイッターで5、あ、ツイッターで5、ちょ、隠せよ。いいよ、隠せよ。ツイッターで5って書いてあるよ。広報から。はい。ツイッターで5。はい。5じゃねえ。この5じゃねえ。5がツイッターに行ったらいいの？はい、ゴーがツイッターに。このゴーじゃねえよ。今何？キワナちょっと一発芸してよ。これちょうど見えるからみんな。それそうしよう。いや、一発芸でつないで。お祝いのやつちょうだい。これさ、今何人いんのよ、これ。おカシーフにつなげんのやめろって、お前かわいそうだろ。キワラなんか紹介してよ。会話できないって。あ、タイチとか。バス用のやつ。タイチ、カシーフ、シュート？ケンド君も。部屋でいっぱいやったじゃん。ステージなんか、ムラキになってる。ムラったじゃん。バス用のやつ。めっちゃ面白かったから。だから。ステージ、ムラキになってるからどういうこと？あれ見たいんだけど。あれシュート、髪の毛どうした？お前、感電した？いや、それなんか…なんか、イナズマイレブンの…
ステージ今もう何言ったか一個も来なかったか。なんか言ってましたね。ちょうど。はい。はい、暗い。見てんな。それはとりあえず。大地、暗いなぁ。おかしいよ、お前、それ、身長さばよってんだろ。マイクの調子が悪いっす。いや、どこにあるの、お前。これさ、身長さばよむのやめろ。で、どこにおるん企画、これ、大丈夫だったのこれ。そんなバチャバチャになって終わんの。やばいね、これ。めちゃめちゃ暗いよ。大地、お前、どうしたお前、寝てただろう。これ、限界っす。どう閉めるどうしてるさがすごい。これ45分になっていきなりパスーンで切れる。いきなりね。うん。え、もうこれハッピーバースデー歌ったの、キイチ。あ、じゃあハッピーバースデー歌って。あ、でもイブなんだけどね。キワラ。自分でちょっと歌ってよ、自分で。キワラ。あ、これなんすか。キワラまだ。はい。俺が歌うの、自分に。面白いことやって。あ、面白いことやって。キワラあるじゃん。いや、アキくん。こっち側はね、キワラの一発芸準備してんだけど、はっきりしよう、はっきりしようや。はっきりしよう、はっきりしよう、はっきりしよう、マジで。それだわ、それだわ。グーチョキパーみたいっすね、グーチョキパー。グーチョキパーでいい。あっくん、わきわき。グーチョキパー。わきわき。わきわきわきもやらせるな。わきわき。ちょっと待って。一回キワラの見ようや。一回キワラの見ていい。一回俺らからの贈り物を見てほしい。確かに。シーフが静かにしよう。頑張れ、キワラ。ちょっとキワラ以外喋んないで、キワラ以外。オッケー。あえていこうと思ってる。さあ、はい。いやー、一番やつない、これ。いや、みんな今、静かにしてるよ。さあ、はい。さあ、はいじゃないっすよ。食べましょう。えっマジでやらんねや。準備してるって言ってたじゃん。事故、事故、事故。キワラ、事故になって事故。放送事故。事故よ。放送事故。本当にしっかり、静かになったからね、今。え、大地固まってんのこれ、何大地はどうした固まってないですよ。え、大地、髪の毛染めたのこれ。暗な。茶色。もう暗くて、髪の色もわからんわ、暗くて。家どんだけ暗いよ、お前の。ケイゴさーん。大地、やばいな、お前。ケイゴなんで、大地ゴー、ちょっと、ゴー、ちょっとゴー、うるさい。強制体質。ゴー、うるさい。はい、いや。強制体質。いや、いさせてください。いいよ。いさしてください。いやでもまさかさ、ちょっと光が弱いのかな。いや別に。やばい。光が弱いのかなじゃねえよ。暗い系で。濡れてね、大地。終わっちゃうよ、もう。終わっちゃうよ。どうしたらいいのよ。ありがとう。だからどう。これがまた。いや。最後、ゆるねばみんなで歌いましょうとか来てると思う。もうちょっと、わけわからんくなって。もうわけわからんくなって。はい、どっちどっちもう暴走する。暴走。遅くなった。どっち歌うのいや、もうそれはハッピーバースデー歌おうよ。じゃあ、それ最後。ゆるねばだって歌詞わかんない。今日、のび太くん、あん、ジャイアンいないの、ジャイアン。ジャイアンいない。おるんちゃクオリティ低い方が聞こえた。何 ?40 分に歌ってっていう要求があるよ。歌をみんなに最後締めようよ。もう締めよう。ゆるねばじゃない、ハッピーバースデーの方がいいだ。ハッピーバースデー歌おうよ。多分声大きく。でもさ、これみんなで歌ったらあれしちゃうよ、多分。拾いやってなんかガチャガチャなっちゃうよ。あ、確かに。じゃあ、誰か、アキヒロが一人歌って、俺ら全員ミュートにして。口パク？口パクで。俺が歌うの？俺が。多分、全員で歌ったら、飛ぶ、なんかガチャガチャになるから。俺が歌うの？アキヒロが歌うの？アキヒロ、マナと歌う？マナと。なんで俺歌うの？ウッディにしよう、ウッディ、ウッディ。みんなで聞こえてるの歌。ウッディ以外、ミュートにして、アキくんとウッディ？アキくんとウッディ？ハッピーバースデー、そう、合わせて。一皮むけてほしいから、マナトに。ああ、マナトね。ウッディ、マジほんま、でかい声で言って。やってこうよ。
ミュート、ミュートするからね。ミュートするね。ちっちゃいからな。ミュート。ちっちゃいからな。主催者もミュートにした方がいい。いや、あきひろはダメ。ああ。あきひろとじゃあ、マナトだけ残して。2人で歌うんすか？ 2 人で。俺も歌うの？ 2 人で。ハモって、ハモって。はい。ちゃんとビブラートと、しっかり聞かしてよ。ちょっと、マナトが全部。ウッディ、顔ってないって、ウッディ。じゃあ、ダマさん、カウントダウンだけして、そっからダマさんもミュートでお願いします。はい、行くで。もう、せーのでいくで。はい。もうミュート。俺、せーのでミュートにするからね。はい。ウッディ、しっかり歌ってや。アキ君と歌うんですよね、合わせて。なんで俺、自分で歌うの？だウッディ、一人やって。一人？オッケーオッケー。行くで。はい。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aki-kun. Happy birthday to you. ありがとう。でも明日だけどね。明日なんだけど、こんなシュールなことある？よかった、よかった。おめでとう、おめでとう。よかったよ。こんなシュールなことある、これ。よかった。じゃあ、はい、おめでとう。もう、これを、ちょっともう本当にさ、逆に汗がやばくてさ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。これ、おめでとうございます。独特といなくなってくれる？手振るときだけ思いっきり手振って帰るな、あいつら。いや、全然帰んねえな、これ。お、キアラは残ってるでいい？あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、キアラちょっと一回残ってみて。なんですか？一回残ってみて。キアラとケンスケは残ってみて、もう。あの、人数が減ったからちょっと祝って。まあ本当にあの心のとこから祝って。え、これまだ見てるんすかみんな。なんかなんて書いたんだろう。キワラお前一発芸できないとお前一皮むけねえぞ。いや、まあ、一皮だいぶむけ。お前まだ配信されてるらしい。キワラの一発芸まで。お前もう今から公開処刑だよここで。お前ケンスケ君、二人っきりだけだったら全然やります。いや、じゃあ、ああいう時に行かないと、お前さ。ああいう時は、もう。行かないと。俺より若手がいっぱいいるんで。違うよ。お前より若いやつがいるとかじゃねえんだよ、お前。待って。ちょ待って。企画的には俺のだから、ちょ待って。お前らだけで言い合うな、まず。俺も会話に入れてくれ。あの、びっくりした。俺も22人、23人ぐらいいて。全員シーンとなったで、キワラの一発芸のためだけに。いやー、ほんとよくねえっす、あれは。いや、違うんだって、だから、歌ってくんないと。あ、歌うなら全然歌いますよ、俺は。歌だけ。いや、別、なんでもいいんだよ、一発芸って。そうっすね。なんなら俺、自分の歌わないといけないのかと思ってさ、ちょっと俺もう、マジ汗かいたもん。なんでもいいんだよ、お前、キワラ。みんなが見てるところ、ちょっと変えていこうかなと思って。だって、あの、その映り的にも、その、なんかやりたいのかなっていう。あそこでやっちゃったら、また俺、いつもの感じになっちゃうんで。なに、今日はいつもの感じ出してくんないの？なんか。格好つけんなよ、お前、マジで。出してよ、いつもの感じ。怒って祝福してるじゃないですか。こっちなんか自分でクラッカー2回も鳴らしてさ、自分で祝福してんだよ。うちの守護神、頭なんかつけてんだぞ、キワラ。ハッピーバースデー書いたんだろ。これで最高峰からみんなに指示出してんだぞ。わーい言うて。そのイメージあると多分聞かなくなってくるからやめてくれる。もうこのイメージついちゃったらもう聞けないよ。コーナーとか戻ってさ、ヘディングクリアするときとかさ。本当に。もうやめてよ。キアラ最後に祝って終わろうって書いてある。もう締めてこいってなんか広報から言われるんだけど。閉めてくれって言われたんだけど。さっきので閉まったんじゃないですか。じゃあもうキアラが最後閉めてくれって。
いやー、じゃあ、あきくん一緒に歌いますか、ハッピーバースデー。何歌うの、何歌うの、ちょっと歌の選曲だけ教えて。いやー、歌の選曲、うん、でももう青や、あ、噛んだ。あれ歌いたいんですけどね。ハッピーバースデーはダメよ。なんだっけ、ゆるねば、ハッピーハッピーバースデー。だからハッピーバースデーダメだっつって。全然締めないじゃん、なんかキュアラ。終わらせない気だね。怒られるのは幸せだよ、だって。じゃあ、キュアラ、ポニーテールとシュシュ歌って。ああ。歌えないっすよ。お前、なんも歌えねえじゃん。本当に。ポニーテールとシュシュは全然歌えないっす。ゆるねばさ、ゆるねば行く？何でも知ってると思ったら全然知らないっす。多分、ゆるねば、あきくんしか歌えない。そう。俺が歌えるっていうのもおかしな話だけどね、別に。まあ、歌えるよ、俺は。でもなんかあのさ、歌ってくださいでいきなり歌い始めるほどさ、こっちも専門的に歌ってるわけじゃないからさ。だから、キアラなんかで締めて。じゃあ、キアラ、わかった。アニマル浜口で、うん、アキ君に締めてよ。アニマル浜口で。あ、俺がちょっと似てるから、みたいなさ。京子の方にちょっと似てるから浜口のパパ役でちょっとどうえ難しい。何で締めてくれんの。いや最後ちょっと待って、これ最後二十何人もいたのにこんな3人残ってシュールに反省会みたいなのやってるっていうね。じゃあ俺ももうどこか、じゃあキュアラと一対一で俺なんか何人も話すの。1対1で、キュアラ頑張る？いや、それはもう最後残った3人で。ああ、じゃあなんか締めないといけないらしいんだよ、この回を。いや、俺4時からもう1本あるからね。そうだよ、そうだよ。全然時間あります、4時は。うん。矢島を溶かしちゃおうっていう新しい企画が。面白そうっす。溶かすから。矢島を溶かしちゃおう？溶かしちゃうから、もうほんと。あ、やべえ、娘が来たからちょっとミュートにする。うん。ちょっと待って、ちょ、キアラ今もう2人みたいなもんだから、あのキアラもう最後締めてって俺が締めんのおかしくない、これ。じゃあどうやって締めるんすか。気合だ気合だ気合だって出てるわ。いや、ちょっと待って、あのキアラ風の締め方で頼もう。もうそれはもう何もに文句言わないからさ。じゃあこんなに、コメント欄でも気合だ来てるから、これでじゃあ締めようかな。いいよ。これは強子にした方がいいんですか。え、強子寄りにして。強子寄り、うん、強子寄りってどういうことですか。強子寄りな気合だ気合だ気合だで締めて。京子バージョンの消えだでいいんですか。そうそうそう。ちょ、ダメダメ。じゃあいいっすか。はいはい。じゃあ、気合だで締めてください。京子より難しいな。あ、いや、アニマル浜口よりでもいいよ。あれでもいいらしいよ。あの、シャーでもいいらしいよ。シャーで。シャー、シャー、シャーでもいいんだよ。パパ何しよう。あ、気合だにします。あきくん何飲んでんすか。水。お茶ですね、水の飲み方。いや、誕生日だからわざわざワイングラス持ってきて飲みづらい飲み方で飲んでんだよ。一応これもあんだけどね。おお、この後にじゃあ。行かねえよ。昼から。昼からなんか行くか。明日っすもんね、だって本当は。明日。前祝いで祝いすぎだわ。じゃあ俺とアキ君逆に抜けてキュアルだけ残します。あ、それありじゃね。それはもう一番意味わかんない。それありじゃない、逆に。逆になんか、キュアラの単独、俺を祝うあの言葉とかの物語語ってもらったら。うん、俺、こんなにも大変だったんですか、これ。やるの。いや、この企画の締め方がさ、何もないのよ。何も。計画がなかったっすね、これは。あるのよ、ここにいっぱい紙は。
めちゃくちゃあるじゃないですか。あるんだけど、もうこんちゃんが1時に入ってきた時点で俺の前振りというか頭出しみたいなのはさ、もう全て言えなくなったわけ。んで、企画、あの、なんか、つなぐためのトークとかもさ、もう1時に入ってくれたから、もういらないじゃん。はい。あとはもうやることないのよ。何も書いてない。じゃあ、閉めますか。閉めよう、閉めよう。みんなありがとうって言ってますよ。みんなありがとう。めちゃめちゃ。告知お願いしますって書いてある。誰が告知すんの？じゃあみんなでやろう、3人で。いや、あきくんの番組だから、あきくんでしょ。ああ、じゃあ、みんなありがとう。下手くそか。4時からあの、けんすけの、矢島溶かしちゃおうがあって、あと、7時からなんだっけな、2004年を振り返ろう、初タイトルを獲得した2004年を振り返ろうっていうのが、原さんと梶さんと奈緒さんでやるみたいなので、見てください。僕も後で矢島溶かしちゃおう参加します。参加しないけど、見に行きます。いや、冷やかしならやめい。バイバーイ。はーい。出るよ、俺。もう出ちゃうからね、これ。もうミーティング出るよ。ミーティングから退出する。これ、どうやって終わんの、これ。このまんまでいい。あ、このまんまでいいんだ。カラーズ。